ラグジュアリーブランドが多くある中で、他のどのブランドにもできない、レクサスにしかできないものづくりが我々にはできる。制約がなかったらレクサスはどうなりたいんだっていうトライをしたんですよ。ルシーが次の次世代のレクサスの始まりだ。今までのルールで仕事してたらこの車は作れないんだ。レクサスは、ラグジュアリーブランドなんだけども、そのラグジュアリーでボーリングではいけない。物差しで測れる価値が、車の価値を決めてきてる。でも違うんですね。本当に素性にこだわる、そういうことをやると、物事の本質を突き詰めると、それは美しさにつながる。